誰でも持っているみんなの心に持っている遥かな虫の過去から持っている人に誰でも隠れてるみんなの心に隠れてる無明の闇を越えて超越人力だ孤独によってサマディによって主従によって得る世界悟りによって下脱によって自由自在に君は使える天に多神宿妙天元老人天に多神宿妙天元老人無明の闇を越えて超越人力だ真理の御霊再生朝原彰晃尊師尊師は原始仏典にも記載されている絶対の真理に到達するための修行によってさまざまな超越人力を身につけられました。そしてその神秘的な力によって宇宙の法則をはじめとする全ての事象に精通されるとともにその力をすべての魂の幸福のためにもお使いになっています。超越世界ではそんな尊師の人間をはるかに超えたエピソードをご紹介いたします。超越世界第1回は不要。これは尊師が最終解脱を目指して厳しい修行に打ち込んでいらっしゃった頃のお話です。空中を行く姿は空飛ぶ鳥のようであると古の仏典に記されている。空中浮揚、私自身この空中浮揚が単なる夢物語でなかったということを知ったのは7年半前のことであった。それは脅威の一瞬だった。そう、私の体がなんと宙に浮いたのである。その時私はいつもの修行プログラムを終え瞑想に入っていた。いつもと違う、何かが違う。目を閉じているにもかかわらず額からまばゆいばかりの線香が入ってきた。頭頂部が熱くなった。なんて暑さだ、耐えられない。しかしここでやめるわけにはいかない。私はそう自分に言い聞かせた。あ、
瞬間的に尾てい骨から頭頂に向かって神秘のエネルギーが吹き上がったかと思うや否や、ゴムまりのように体が跳ね出した。そして最後に飛び上がった時、私はなんと空中にとどまっていたのだ。これこそ私の経験した最初の空中浮揚だったのだ。当時の私は下脱を目指して修行に打ち込んでいた。グルを持たず一人で修行していたので、それこそ試行錯誤の連続だった。だからこの空中浮揚を経験した時、自分の修行に対する確信ができ、とても嬉しかったものだ。なぜならこれは経典上正しい修行によって身につく神通力とされていたからである。超越世界第1回浮揚、いかがでしたか？指導者もなく、たった一人で未知の世界を求めてご修行されていた孫子のお心がひしひしと伝わってくるエピソードでしたね。孫子のように宗教上の指導者であるグルを持たずに最終下脱にまで到達された魂のことを真理を勝ち取ったものと書いて真理勝者と呼びます。このような魂は非常に稀にしかこの世に出現しません。それほどグルを持たない修行というものは困難を極めることなのです。しかしオウム真理教にはその真理勝者であられる孫子がグルとして存在し、私たちを導いてくださっています。そのため修行ステージを上げていくことが容易で確実なものとなっているのです。あなたも孫子をグルとして仰ぎ、神秘の世界を体験しながら心を成熟させていってみませんか？